眠れるラジオ。実績解除のコーナー。コンピューターゲームにおける実績とは、ゲームのパラメーター外で設定された目標である。トロフィー、バッジ、アワード、スタンプ、メダル、チャレンジ、アチーブメントなどとして言及されることもある。達成条件を満たし、それがゲームで認識されると実績解除となる。あなたの人生において何か達成した出来事を教えてください。必ずしもプラスの出来事である必要はありません。珍しいこととか辛かったことなんかでも OK でございます。とさあ、早速やっていきますよ。不人気コーナー、存続の危機。さあやっていきましょう。埼玉県お住まいのラジオネーム断捨離さん。先月下旬に何年も思い描いていた別居に踏み切りました。小言が多く、マウントを取る旦那との暮らしに疲れて、ついに家を出たのです。その際がっさりと断捨離しました。帰宅のストレスからも解放され、自分のペースで暮らせる喜び。今は仕事に行きすがら帰宅したいほど一人の部屋が心地よいです。ガスケツさん、長年旦那からのストレスに耐えたこと、思い切って別居を始めたことを褒めてください。あら、これ褒めてほしいのコーナーに送るつもりだったやつかな。実績コーナー、実績解除のコーナーになってますが、もう本当にやばいですね、このコーナーね。存続の危機ですので、皆さんね、送ってくださいね、実績解除のコーナーね。なるほど。僕は人と一緒に住むという経験がないもんですから、実家で家族と住んでた以来ですね、ずっと僕は一人暮らしで、同棲、半同棲というのもね、僕は経験なしでございますから。まあでもな、なんか家族ですらさ、ちょっとこうイラッとする場面とかってまあある上でさね、育ってきた環境が違う2人が一緒に住んだら、まあそりゃストレスもたまることもあるのかね、知らんけど。育ってきた環境が違うから好き嫌いは言いなめない、セロリが好きだったり夏がダメだったりするのねとね、正義も言ってた。まあね、そんな2人がね、今までずっと住んでいたということがすごいんですよ、そもそもね。いや、まあ別居生活ね、楽しんでいただければなと思いますね。その後どうなったんでしょう。はい、ありがとうございました。では次のお便りいきましょう。福岡県お住まいのラジオネームぶたまるさん。ガスケツさん、こんばんは。いつも寝る前に聞いております。僕は今中学2年の男子です。僕は思春期で肌荒れがすごく、よく悪口を言われています。ですが最近は悪口を言われすぎて何も気にならなくなりました。こんな一年中悪口に耐える僕を褒めてください。長文失礼しました。ガスケツさんも体に気をつけて頑張りすぎず頑張ってください。僕は今柔道部に所属しています。ガスケツさんは中学時代何部でしたか、教えてくださると嬉しいです。ということで、いやー、まあね、でもね、中学生の時なんてそりゃニキビもできますわ。ホルモンバランスの影響ですから、もうそれもね、成長とともに止まりますから、気にせずね、生きていただければと思うんですけどね。ただね、中学生なんて非常にセンシティブなお年頃なのにね、そんな悪口を耐えてるってのは、まあまた偉いですね、本当に。俺なんか汗臭いって言われただけですげえ気にしてたもんな、なんか。もう、制汗スプレーみたいなの買ってさ、少ないお小遣いの中でさ、でそれでもうプシュ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 してさ、ね、もうそんなお年頃じゃないですか。ね、でこのお便りも褒めてほしいって言ってね、今は気づいたけど終わるなこのコーナーいやー、まあな、ちょっと褒めてほしいのコーナーとかぶってるからね、だいぶね。まあ、最近聞き始めた人にね、説明するとね、もともとこの、もともと褒めてほしいのコーナーっていうのがあって、でそれが一旦終わったんです。でこの新しい実績解除のコーナーっていうねコーナーに、まあ、変わったんですけど、なんか褒めてほしいのコーナー復活しろっていう声がねすごく多くて、まあ結局復活して、なんか似たようなコーナーが今ね2つ並んでるっていうね、変な状況になっちゃってる。もうこれ実績解除のコーナーいらねえかなと思いつつも、曲が好きなんだよな
まあ、BGM が好きだから続けたいっていうね、うん、はい、まあ、ありがとうございましたね。はい、豚丸さん、ちなみに僕の、部活はバレーボール部でしたね、バレーボール部ね、何度かお話ししてるんですが一番弱かったです、部活の中でね、はい、ということで次のお便りいきましょうか。東京都お住まいのラジオネームヤピさん、ガスケツさんこんばんは。2回目のお便りになります。いつも楽しく拝聴しております。私の実績解除は今年サウナ後の水風呂に肩まで疲れるようになったことです。もともとサウナよりも岩盤浴が好きだったのですが、彼氏の影響もありサウナに行くようになりました。彼氏もガスケツさんと同じようにサウナが大好きで、サウナ後の水風呂にしっかり浸からないなんてもったいないとよく言われていました。でも水風呂ってめっちゃ冷たい、心臓止まりそうと思っていた私はお腹あたりまで浸かるのが精一杯でした。でも水風呂は肩まで浸かるこそ気持ちいいのだと熱弁する彼、そんなに言うのならと挑戦したところ、スーッと肩まで浸かることができました。それからというものの水風呂の気持ちよさに目覚め、岩盤浴よりもサウナばかり通っています。こんな暑い中サウナに行き、サウナで汗をかきながら家に帰るというわけのわからないこの夏ですが、ちなみにガスケツさんは初サウナからしっかり水風呂に浸かれましたかと、これ8月のお便りなんでね、ちょっと、若干季節がずれておりますが、僕はそうですね、最初から行けました。最初でも最初怖いよね、まだ覚えてる。本当になんか最初はなんか有名なサウナとかじゃなくて、とりあえずなんか近場のサウナに行こうっていう感じで、なんかその時はねサウナの良し悪しが分かんなかったから、まあ、とりあえず近所のサウナに行って水風呂使ったんだけど、本当に最初はね怖いね、本当心臓止まんじゃないかと思うんだけど、でも最初から肩まで使った、頑張って、でもうそっからもう慣れたもんですわ。もう、もうね、シャワーで汗を流したらもう水風呂にドブンですね、もう今は。いやもう本当にそうね、特にね女性はサウナというか、まあサウナはともかく水風呂が苦手な人が多いからね、そうなんだけど、あのこの気持ちよさをねぜひね皆さんにも体験していただきたいですよ、女性の皆さんにも。まああとなかなか都内だとね、サウナ少ないからね、男性用ばっかりで女性用ってあんまりないんですけど、まあ、中にはねあるので、ぜひね皆さんも行ってみてください。本当にまあ体調にはねしっかり気をつけてね、一応心臓には負担は結構かかるらしいんで、やっぱり、そこら辺は気をつけてね入っていただければなと思いますが、まあ僕昨日もねサウナ行ったんですけど、いやーなんかね体中さもんもん入ったさ2人がさずっと薬物の話しててめっちゃ怖かったね。こんなとこで話していいのってちょっと思ったんだけど、どうすんのね、客の中に警官とかいたらとか思いながらそれ聞いてたんですけど、ちょっとこう縮み上がりながらね、サウナを楽しんでおりましたが昨日ははい、ということでありがとうございました。では次ですね、台湾お住まいのラジオネームマオンさんですね、初めてお便りを送らせていただきます。私は台湾の大学に在学中の大学3年の女です。台湾では5月頃にコロナの感染が拡大し、夏休みも日本に帰省できない中、自粛生活中に不眠気味になった時、ガスケツさんのチャンネルに出会い、今に至るまで寝る前にお世話になっております。私が達成した出来事は中学時代に吹奏楽部を最後まで続けたことです。中1の頃ホーロックにハマっていた私は体験入部でフラッと吹奏楽部に寄った際にドラムを見かけて、ドラムやれるのかなと軽い気持ちで入部、打楽器パートを担当することに。楽譜もほぼ読めない状態からのスタートでした。さらに私の中学の吹部はマーチングもしていたため、運動音痴の私にとって毎日の練習は本当にハードでした。先輩からのいじめもあったりしました。それでも楽器が楽しくて続けていたのですが、無自覚にいろいろなストレスが溜まっていたようで体を壊し、中2に上がる頃に入院してしまいました。退院後もクラスでのいじめでまた体調を崩すと悪循環に。このままではまた部に迷惑をかけてしまうと思い、3年生に上がる直前に顧問の先生に退部しようか考えていると相談に行ったところ、迷惑云々は考えなくていい、
今年はきっと上の大会に行けるからあと少しだけ頑張ってみようと言われ続けることに。結果マーチングの方でいい成績を残し初となる九州大会出場を成し遂げました。しかし最後の大会ではミスをしてしまい演技終了後に顧問の先生に泣きながら謝るとそんなこと気にしなくていいよくやったよと言われさらに大号泣。後悔は少し残りましたが吹奏楽をここまで続けてよかったと達成感でいっぱいでした。この経験もあって留学している今でも吹奏楽を続けています。長文多分失礼いたしました。これからもラジオを楽しみにしています。はい、ありがとうございますね。こういう最初のきっかけって結構ね些細なことだったりするけどなんだかんだ続けちゃうみたいな。なんかね僕もねなんか友達に適当に誘われて入った映像制作の部活でなんか今でも続けてるし、あとなんか僕のね僕と一緒に同じオフィス借りてる人がいるんだけども、彼も結構ベテランでもう40後半の人なんだけど、その人がなぜ映像制作を始めたかっていうと、なんか就活せずにフラフラしてたんだってもともと。でなんかその時にパチンコするために並んでたんだって、新宿のパチンコ屋に。そしたらなんかそのでも新宿ってさほらやっぱビジネスマンも多いじゃない。でその目の前をね同じぐらいの年の人たちがどんどん通勤してって目の前をこう通過してくんだって。それを見た時にあ俺やべえっつって就職しなきゃって言って、でとりあえず適当に願書をわーって出したらなんかたまたま受かったのが映像の会社だったんだって。それでなんだかんだで今も続けてるって話してて、はあそんなこともあるんだなと思ってまあなかなかねそういう些細なきっかけからのめり込んじゃってねどんどんこう大きくなっていくなんてこともあると思うんですけどね。このマオンヌさんもそのタイプかな、今もやってんだもんね。あーなるほどね。じゃあこれからもねどんどん頑張ってくださいね。はい、ありがとうございました。ということで、実績解除のコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。ガスケツの眠れるラジオ、皆さんこんばんは。そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聴いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聴いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も僕のラジオで寝落ちしてみてください。そしてね、寝ちゃって聞けなかった部分なんかはね、明日の良き時間に帰宅途中とか作業中とかに聞いていただければなと思っております。よろしくお願いします。と、いやーまさかね、高校さんがバチェラーとはね、いやびっくりね。バチェラージャパンシーズン4ね、バチェラー誰かっていうのが発表されましたけど、まさかの高校さんという、高校さん知ってる？みんなわかる？バチェロレッテっていうのがねやってたんですよ、1年前ぐらいに。でこれどういうやつかっていうと、まあ普通のバチェラーは、1人の男性をね複数の女性が取り合うっていう形なんですけども、バチェロレッテはその逆で、1人の女性を複数の男性が奪い合うという形なんですけども、そのバチェロレッテの参加者だから男性側だったね、高校さんという、まあ、イケメンでね、お金持ちでね、もうビジネスやっててみたいな方がねいらっしゃったんですけども、彼が次のバチェラーということで、くわ、いやめちゃめちゃ楽しみっす僕もバチェラーファンなんでね、いやめちゃめちゃ楽しみっすわ。僕はね何度かねこのラジオでねバチェラージャパンとバチェロレッテジャパンのねこう話をしてますけど、僕大好きなんですよバチェラー。いや恋愛リアリティなんてくだらないよという方もね、バチェロレッテはね非常にねよくできてるというか、演出とかもねすごく上手でね面白いってね、ぜひね見ていただきたいなと思うんですけどもね。はい、ということでね、ちょっと前回のコメント欄でもね読んでいこうかなと思いますが、
あ、ゲイオさんね、やっと最初の眠れるラジオまでたどり着きました。寝る前にいつも聞いてます、ありがとうございます。5ヶ月前 YouTube で日本語の勉強法の例としてご紹介させていただいたものです。ガスケさんがラジオで自分を紹介してくれた動画を聞いた後、嬉しすぎてニヤニヤしちゃいました。これからも応援しています。おやすみなさい。日本語うめえなんでね、この子ね、ゲオさん、タイの子だよね。なんか日本語がすごい上手な子なんですけど、日本語勉強法っていうことで、なんか僕のラジオを聞いて勉強してますみたいなことをね、YouTube で取り上げてくれて、でその話をねしたんだけど、ありがとうございます。本当にね、やっとたどり着いたということで、なんかポッドキャストで聞いてるっていう話だったっけか、確かね。いや、ぜひぜひね、皆さんもポッドキャストもやってますので、眠れるラジオぜひ聞いてくださいね。はい。ケタコマさん、いつも聞かせてもらっております。僕の高校には2年生が歌舞伎をするという伝統があるのですが、今年がその2年生で青春を炎上しようと友達とノリで参加したら、気づけばヒロイン役に、そして明日が本番、全校生徒の前で女方をやらなければなりません。声が裏返ったらどうしよう、緊張でセリフが飛んだらなど、不安で頭がいっぱいになり、眠りにつけそうなのに、眠りつけそうにないので、ここぞとばかりにガスケツさんのラジオを聞かせてもらおうと思います。ガスケツさんなりの緊張のほぐし方などはありますか？よかったら教えてほしいです。今晩の安眠と明日の成功を祈って9時ですが、もうラジオを聞こうと思います。ガスケツさんが安眠へと誘ってくれることを信じてます。あー、まあ緊張はね、もうしちゃうから、しないようにしないようにって思えば思うほど多分しちゃうから、もうしちゃうから、しちゃう上でどう穏やかに過ごすかみたいな考え方の方がいいんじゃないかなと思う。俺もめちゃめちゃ緊張するもん。胃が痛くなるんですよね、めちゃくちゃ本当に。で、胃薬飲みまくってるもん。なんか緊張する日の前日なんかはもう本当にめちゃめちゃ胃薬飲んでた。そんぐらいね、僕すっごい緊張しいなんで。いや、だからね、まあほんとすごい気持ちはわかるんですが、まあ明日が本番っていうのを3日前にね書き込みがあったんで、もう終わったのかな、大丈夫だった、なんとかなりましたかね、女方。でもなかなか珍しいっすね、歌舞伎をするっていう伝統もね、そんなとこあるんだね。いや、青春ですな。あ、いいじゃないですか。まあちょっと結果教えてくださいね。はい、ということで、今回はそこまで多くないのかな、コメントは。その他ありますね。イオさん、イチさん、PPK 女子さん、サリュウ、ニュッコスケさん、パピプペポさん、パムさん、セツノさん、クラムボンさん、ユウさん、羊名さん、トシミーコさん、ミセス羊さん、ケスナロリオタソさん、アキコさん、さん、ライパパさん、サンサさんさん、クマさん、ヤさん、マントヒヒさん、バクフンさん、コウダイさん、マーシマさん、田中トーミンさん、寿司屋の休日さん、アームさん、スラッシュハイフンさん、ミドリカエルさん、ナオ246さん、アルパカさん、ユユさん、マーマレードさん、ノリちゃんさん、エリさん、カズミンさん、マーシマさん、マナさん、ラムさん、シマダユズルさん、コメントありがとうございました。番組であなたのお便りをお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーはね、その中に記載ありますので、そちら読んで送っていただければなと思いますという感じでございますかね。はい、ということで、しばらくヒーリング音楽をお聞きください。
はい、ということでね、ぼちぼち始めさせていただきますよ。メイントークの方ね、今寝てる人を寝起こさないようにこう静かに静かに話し始めるなんてことを毎回やっておるわけでございますけれどもね、と。はい、なんか最近さ、すごい倦怠感というかさ、なんか具合悪くてずっと、なんかね、重たい感じ で, で病院行ったの、でまあ結果的に言えばただ疲れてるだけだったんで、まあ、おそらく疲労かストレスだと思いますっていうことだったんで、まあ特に問題はない、もうちょっとお休み取った方がいいかなっていう、まあお休みちょっと取ろうかなって、もうちょっと取ろうかなっていう、そんなね状況なんですけども、その時にね血液検査したの、でまあその最近もうすげえ酒を飲んでて、まあ、大体その500缶のね 9% のストロング缶1缶とハイボール、500ミリ、だから 1.5 リットルぐらい飲んで寝たりとか結構よくしてたのよ、それをだからあ結構酒飲んでますねっつって、だもしかしたらその倦怠感はね肝臓悪くしてんじゃないかみたいな言われて、マジかと思って、怖いじゃん肝硬変みたいな、めちゃめちゃ怖いじゃん。で血液検査してさ、で結果出たんだけど、まあ特に異常はなくて、まあ良かった、僕の肝臓本当良かった、父親も母親も酒豪なんで多分その血でね、まあ強靭な肝臓だったということなんだけど、ただ中性脂肪が、基準値より1高かった中性脂肪ちょっとね、そこなんとか、やっぱ脂っこいものをよく食べてたからねっていうのはあるのかもしれないけど、まあ他の数値は特に問題はなくて、まあだから一応気をつけはするけども、まあ心置きなくまだお酒は飲めるんだなっていうまあそこは良かったなっていうね、まあそんな状況で、ただ俺ねコレステロール値がね若干高かったはずなのよ俺、ちょっとね、でこれ遺伝なんだけど、俺な小学生の時に悪玉コレステロール高いって言われたんだから血液検査で、すごくない？小学生にして悪玉コレステロール高いって、俺それなんかね当時の担任がみんなの前でそれ言ったの、俺の悪玉コレステロール値が高いって、それすっげえなんかショックで、言わなくていいじゃんと思って、ただ当時の俺は本当にすごいその好き嫌いが多くてね、給食残しまくってたの、本当好きなものしか食べないみたいな、もう給食大嫌いでさ俺はねあんま食べなかったんだ、だからそれがダメなんだお前はとか言われて、みんなの前で俺だから、まあ、みんな知ってるの、クラスのみんな俺の悪玉コレステロールが高いことみんな知ってる、そんなことある、超プライバシーじゃね特に小学生の頃なんてさ、いじめにつながりかねない、おい悪玉コレステロール、うわ悪玉コレステロール菌が移ったぞとかさなり得るからさ、ちょっとやめてほしかったよねあれねでもなんかそうそんな感じでね、ちょっと家系がね、うちは父親が、じゃあ父親じゃねえや、父方のじいちゃんがね血管詰まって亡くなってるんで、でうちの父親も結構数値悪くて、まあなんか薬とか飲んでた気がするんだけど、だからそのね血を継いでるから、まあ、俺ももうねそろそろやっぱ気をつけないといけないまあ多分酒よりかはおそらくそのそういうことよね、食べ物だよね多分気をつけないといけないのね。中性脂肪ってこれ高いとどうなの、中性脂肪、中性脂肪高い、
どうなの？これ高いとどうなの？中性脂肪あった、肝臓で増えすぎれば脂肪肝につながりますし、皮下組織で増えれば肥満につながります。血液中の中性脂肪が多い状態が続くと動脈硬化のリスクが高まります。その他、中性脂肪が基準値より高い場合は脂質異常症、糖尿病、ネフローゼ症候群、膵炎、甲状腺機能低下症などを患っている可能性も考えられます。つまり中性脂肪値が高いからといって必ずしも肥満ではないということ。脂質の多い食べ物やアルコールの過剰摂取以外にも中性脂肪値が、アルコール飲みすぎると高くなんだ。やっぱ飲みすぎてんだ。いや俺多分そんな太って肥満ではないから、肥満じゃないのに中性脂肪高いってことはそういうことだよな。ほどほどにしますわやっぱでもなんか食べるぐらいしか楽しみないからな、もう最近ね。えそこの折り合いどうつけるかですよね、本当にね。はい、ふつおた。埼玉県お住まいのラジオネームコキンちゃんさん、ガスケツさんこんばんは。以前丸めてぽいのコーナーでお便りを読んでいただきありがとうございます。カフェアルバイトをしているフリーターです。その後も、その後仕事も少しずつですが覚えていき、何とか続いています。今回別のお話になるのですが、私には付き合って2ヶ月の彼氏がいます。その彼氏は基本ドライな人なのですが、彼氏に可愛いと思ってほしいと思いショート好きと聞いたので、先日私は鎖骨下くらいまであった髪をバッサリショートカットに切り、プチサプライズで会いに行きました。ですがその彼の反応は、だいぶ切ったね、やばでした。どうと聞いても、良きじゃんとしか言ってもらえず、可愛いとは言ってもらえませんでした。反応は思ったより良かったのですが、可愛いの一言が欲しかったなぁと少しショックを受けています。普段もなかなか褒めてくれない彼氏なので、あまり期待しない方が良かったのでしょうか。長文失礼しました。いや男ですら髪急に短くするのってめちゃめちゃ勇気いるからね。僕さ、中学生の時にね、新人大会、もうバレーボール部だったんだけど、なんか部長がね急に新人戦のなんか何なんつうの応援会っていうか、なんかあんじゃん、ああいうの総行式みたいな、あれでそのキャプテンが市内で優勝できなかったら全員坊主にしますって言っちゃったの。キャプテン坊主なのに、キャプテンは何のダメージも受けない、そんな中坊主にしますって宣言して、もうみんな男たちも思春期よ、女性の目も気になってくる年代なのにさ、そんなこと言い出すわけよね。で、結局それで負けちゃったのよ。で、本当にしんどいのが、そのキャプテンのエラーで結局負けたのよ。で、もうなんかその応援してたさ、まあ俺ベンチで応援してたからあれなんだけど、ベンチの人間みんな膝から崩れ落ちて、坊主だみたいな、もう負けたことの悔しさより、うわ坊主だっていうのの悔しさで膝から崩れ落ちてさ、でその後ね、全員で近所にある1000円カットにもうゾロゾロみんなで行って、もうみんな坊主にして懐かしいなあれ。でもみんなうわーって、で次の日学校行って、もう恥ずかしいじゃん、もう負けましたって言ってるわけじゃん、僕たち負けました、だから坊主にしましたじゃん、こんな恥ずかしいことあるみたいな、さらし首みたいなものじゃないあれ。まあね、そんぐらいさ同じことではないと思うけどさ、やっぱ男ですら急に髪短くするのってね、なかなか勇気いることなのにね。でね、彼氏さんにね、可愛いねって言ってもらいたくてやったのに、悲しい話ですよねそれはね。まあ素直に可愛いって褒められない彼氏さんの気持ちも僕、まあ、分かんなくもないけどね、ちょっと恥ずかしいんだよね、可愛い可愛いってね言うね、分かんだけど、言うべきなのは分かってんだけどね、なんかねちょっとだけ分かる。まあね、はいはい、ということで、こんなとこですかね。はい、では眠れラジオこれぐらいにしときましょう。これでも眠れないよっていう方に関しましては、シャッフル睡眠法の動画というものございます。こちらねいっぱい再生されてますので
雑だな、うん、まあなんか600万とか700万ぐらいされてますので、ぜひ聞いててください。その他にもね、僕の朗読の動画だったりとか、まあ、もう一本ラジオ聞くとかね、いろいろあるかと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたしますと。この後もね、ヒーリング音楽はしばらく続きますので、このまま寝落ちしていただくという形でも、問題はないかと思いますので、よろしくです。はい、ということで、今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみ。